うまい。それにうまいだけじゃない。なんてスピードだ。追いつけない。あの Z といい、このブラックバードといい、こんな連中がいたのか。全て一からやり直しだ。かなわなかった。車も腕も。久しぶりだ、こんなにやる気になったのは。あいつらがくすぶり続けていた俺の気持ちに火をつけた。やってやる。負けたままじゃこの世界は降りられないからな。これが排気音センサーだ。空燃費センサー、吸気音センサー、燃圧センサー、その他もろもろ、とにかくあらゆるセンサーを Z につける。それらは信号としてパソコンに送られ、全ての走行データがロギングされていく。呆れるね。 G センサーまであるのかよ。ってことは。ええ、 G から射重を計算して最高出力まで読み出せます。 CPU 嫌いのお前はこういうもので診断されるのは嫌だろうかな。あ、いえ。現状をまず把握する。そこから何を選択するかってことだ。お前の求めるもの、俺たちの求めるもの、何にこだわり何に妥協するのか。ごまかしは効かない。全ては数字に現れる。キャブにこだわる訳を見せてくれよ。思った通りの甘いセッティングだ。だがパワーは出ている。いいカーブだ。4000あたりで立ち上がり、6000回転でフルブースト、マックスは8000回転。それ以上は垂れてくる。最適のシフトアップは7800あたり。本人も気づいてる。これは湾岸で引っ張った時、正確にそのあたりでシフトアップしてます。これが C1 での走り。ブーストが立ち上がってすぐ小さな谷がありますね。アクセルで？ええ、コントロールしてますね。おそらく無意識ですよ、これ。隣に乗ればわかります。とにかく彼、アクセルを離さないですね。確かに、アクセル入れっぱなしの左足ブレーキ使いまくりでさ。ブーストを落としたくない。トラクションを抜きたくない。でもそれだけじゃなかった。高速域重視のセッティングで、真ん中でばらつくキャブを踏んでいってコントロールしていく。ハンデを承知であそこまで走らせていた。誰にも教わらず自分のやり方で。古いキャブを積極的に選択する理由はないけど、まるっきり否定する理由もまたないわけか。見てください、トルクも出てます。5000回転で最大トルクの約 80%、 6000でピークトルク80キロ以上。これは出てますよ。ところがこれが落ちるんです。最大パワー発生ポイントに向かって綺麗なカーブが描けない。もともとトルクは最大パワーに向かって落ちていく。その落ち方が大事なんですよね。パワーがある車ほど上昇するそのパワー感に騙される。同じスピードで重い球と軽い球の違いに気がつかない。パワーイコール速さについてくるトルクの強さ。アキオが言いたかったのはこれですよ。じゃあ黒木さん、しばらくこれで乗ってるわ。すいません、1ヶ月近くで再開しますから。頼むよ。こんにちは。すごいね、データ取ってんだ。君がセットしたの？いえ、北見さんと富永さんにいろいろやってもらってるんです。え、北見？富永？知ってるんですか？ああ、北見さんは名前だけだけど、富永さんには昔ずいぶん世話になったし。そうか、これは富永さんが。キャブとかそういうのこだわってるんで、じゃあそれを証明しろって言われてて。
そういえばキャブターボなんだよね。 CPU は1個もついていない。600馬力のターボカーをアナログ制御か。キャブってそんなに不利なんですか？不利だね、全然。連続して安定した速さを得ようとすれば CPU にはかなわない。機械制御のキャブと CPU 制御のインジェクション、軽く20年の差はあると思うよ。ちょっとヤバくない？それってこの前走ったよ、ブラックバードと。え、腕も車もかなわなかったな。俺たち矢田部や筑波でいい数字出してたから、ちょっといい気になってたんだよね。とことん実践的なんだね、君たちは。それで俺も目が覚めた。自分の R をやり直して再チャレンジする。さっきのお客でとりあえず一区切りつけた。しばらく開店休業ってわけだ。大丈夫なんですか、そんなことして？どうだろう、結構まずいかもしれないね。まあ仕方ないよ、これも俺の性分だから。一人者だから気楽といえば気楽だけど。黒木さん、よかったら今夜乗ってみませんか、俺の Z に。え、ちょうどいろんなデータも欲しいし。どうです、 C1 あたりで。いいね。でも俺は自分で運転するよりも、どうせなら君の助手席に乗ってみたいな。差し支えなければだけど。いいですよ、構いません。決まり。じゃあブラックバードも呼びましょうか。え、時間を決めて C1 を流せば簡単に合流できますよ。第二外科の島先生、外線3番にお電話です。3台で行く。今夜こそ逃がさねえ。白の 32R だろうとブラックバードだろうと、見つけたら必ず落とす。おう、古くせえセンスしかねえ中南たちの車にいつまでもでかい顔させとけっかよ。うん。どうします？流すペースじゃないと鉢合わせしにくいですよ。あと一周踏んでくれ。それから流すペースに落とそう。わかりました。これは本当にアナログ制御のターボカーなのか？どこが不利なんだ一体。キャブ対 CPU のありきたりの理論なんか簡単に吹っ飛ぶ。落ち着け、落ち着くんだ。プロのチューナーの端くれとしてこの車ときちんと対峙しろ。パワーはどれくらい出てる？500馬力か600馬力か。ボディ剛性はどうだ？きちんとサスは仕事しているのか？2速から3速シフトアップ。一瞬のタイムラグもなくブーストが追従、加速が途切れない。来た、もう一台。やっと見つけたぜブラックバード。ミキだ、ブラックバードを追っている。前にもいるぞ2台。この速さで走れる奴らはおそらく例の 32R。 あとは Z だ。あれは噂に聞いた悪魔の Z に違いない。フン、3台で出てきた甲斐があったぜ。今夜一気に肩をつける。ブラックバードの後ろに1台、多分 GTR。 連中だ。浜崎橋ジャンクションから湾岸線に向かっている。横浜方面だ。こっちは羽田トンネルで手塚たちと合流する予定だ。そっちはどうする？おう、俺たちは横羽線を流してる。負けんなよ。今有明ジャンクションを抜けたところだ。そっちは？スタンバイ OK だ。大井パーキングを出て羽田トンネル手前にいる。奴らが来たらすぐに飛び出すぞ。
海底トンネルを通過した。分かった、よし行こうぜ。おう、やってやる。もう一台。奴らどんな手を使ってでも勝つ気か。やるかやられるか、結果が全てだ。ガキの頃からきっちり蹴りはつけてきたんだ。完全に戦闘モードに入っている。おい、タズカ、もっと加速しろ。すぐ後ろに来てんぞ。けへ、スピードが違う。来るぞ。くそ、なんでこんなに速えんだ。こっちはベストのチューンなのに。いいから悪で踏め。くそ、やられた。 Z だけじゃねえ、まだ来るぞ。何やってんだよバカ野郎。知るかよ、俺たちの出番だ。絶対に抜かせねえ。ダメだ、早い。どうなってんだよこいつら。くそ、チューンは完璧だった。負けるはずがねえのに。俺たちとあいつらどこが違うんだ。違うんだ、何もかも全て。求めるものが違う、探すものが違うんだ。スピードに対するスピリッツが違う。良くも悪くも鎖に繋がれていないんだ。行動上というレギュレーションのない世界でお互いが慣れ合っていかない。その強さ、仲間なのに群れない、限りなく一人一人なんだ。ではまた次回。グッバイ。ドライブ、ゴーゴー。はい、オッケー。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ずいぶん断っているんですって、取材とか。ええ、そうなんですよ。結構依頼増えたのに。最近じゃミカさんのだけですよ、受けてるの。それはありがとうございます。ミカさんとはなんとなく波長が合う感じだから。レイナちゃん、プライベートでも随分車好きなんでしょ。私も昔車雑誌のライターやってたくらいだから、そんなところが合うんじゃないかしら。へえ、じゃあミカさん車詳しいんだ。少しはね。チューニング系雑誌のライターだったから、二十歳の頃から5年ほどやったわ。もともと車が好きだってわけじゃないのよ。大学の時バイトで入った編集プロがそういうチューニング系雑誌やっててね、取材と称していろんなことやったわよ。女の子一人でやるエンジンオーバーホールとか。でも結局できずにショップの人に組み直してもらったり。へえ。いろんなチューナーの人たちとも知り合って楽しかったわ。一癖も二癖もある個性的な人たちで、車だけじゃなく生き方みたいなことも教えてもらって。それなのにどうしてファッション雑誌に。え、いけないこと聞いちゃった。いいのよ。実はね、失恋したのよ、ある中年にね。取材でその人と会って、そして好きになって、その人に認められたくって、車のことももっと分かろうとして、でも振られた。だから仕事も辞めた。シンプルでしょ。信じられない、ミカさんが失恋？だって私の知ってるチューナーなんて。変わってる人多いでしょ。その人もよ。だって私と一緒にいるよりも徹夜でエンジンバラしてる方が楽しいんだもの。こんにちは。ヤスさんいます？工場全面休業状態なんだってな。そういうことしてると戻ってこねえぞマジで客。
おかげで自分の R は随分進みましたよ。たく困ったやつだなお前は。ほぼ仕上がりましたから今夜隣で見てくださいよ俺の R。 お前マジでやる気か。あの Z と隣に乗ったんです。もうぶっ飛びました。誰だって見せられますよ。本当に意志を持つかのように走るんですあの車は。変わんねえなタカ。お前は初めて会った頃と同じだ。いつまでも走り込むことが好きでさ。ヤスさんは変わったんですか？変わったんじゃないかな。一チューナーより経営者として優れてなきゃなんて思ってるし。一人に戻ったらどうです？最初の頃みたいに。一人か。そうできれば随分気楽だろうけどな。遅すぎら。遅い？一発のチューナーとして名前が知られるようになりゃ客は増える。客が増えれば欲が出る。いつの間にか人も増え店も大きくなっているが余裕はゼロだ。一人になることもできやしねえよ。タカ、お前どうして昔から俺に車を見せてくれるんだ？乗ってくれ踏んでみてくれ言うけどさ、作り手でも乗り手でもお前の方が上だぜマジで。信頼しているんですかねヤスさんを。俺が気づかないことをちゃんと教えてくれるし。買いかぶりだぜそりゃ。とにかく今夜12時に来ます。かなりいい感じになってますから。ああ。何も知らなかった19の時からあっという間に10年。 R に出会ってスピードに明け暮れた20代が終わる。そして20代の終わりに彼に会った。走りたい、彼と走りたい。それが今の俺の望みだ。チューナーをやめるも続けるも悔いだけは残したくない。早かったな、タカ。誰に聞いたよ。え？急なことで驚いたろ。俺はちょっと前から分かってたけどな。すぐにみんなも来るから。みんな？どうかしたんですか、ヤスさん。あ？ヤスさんと12時に約束してたんですけど、俺。なんだ、お前知らねえのか。夜逃げしたんだよ、安彦のやつ。え？夜逃げ？余裕はゼロだ。一人になることもできやしねえよ。明日になれば大騒ぎになる。債権者がどっと押し寄せてぐちゃぐちゃにされる前に仲間内で安彦の集めたデータを運び出そうってわけだ。債権者には一円の価値もないもんだろうからな。それにしても安彦のやつもっと利口だと思ってたかな。身の丈を考えずに大きくしすぎちまったんだ。お前も考えろよ仕事。今のやり方じゃ安彦と同じように自滅するだけだぜ。自滅するのは簡単なんだぜタカ。元木さん 34R に変えたんですか？ああ、最初はクラッシュした 33R を直すはずだったんだけどな。思ったより 34R は客のニーズもあるし思い切って買ったんだ。すぐに800馬力いきますね。RB26 は嫌になるほどノウハウがあるし。タカ、もうそういう時代じゃねえだろって。結局 R はブーストアップ仕様に尽きるんだよ。今の客はバカじゃねえから。でもライトなブーストアップ程度じゃ白の32もブラックバードももちろん Z も落とせませんよ。いい加減にしろよタカ。行動300キロなんてバカな時代はもう終わりだ。これからは合法のコースで誰もがチューニングカーを楽しむ、そういう時代だ。楽しむ？自分たちの商売のためにも大事だから。自由に走りたくてサーキットへ行っても少しも自由なんかじゃなく世界もちっとも広がりませんよ。それはお前の考え方だろ。俺たちは違う。チューナーを仕事として選んだ以上その時々の客のニーズに合わせるのがプロの仕事だと思ってる。無理ですよ。チューニングカーをいくら正当化しようとしてもやっちゃいけないことをやってるんですから。確かに奴らは早いよ。ブラックバードも32もあの Z も
北見や山本なんか一世代前の古い連中だと思っていたが、素直に実力は認めるよ。だがなたが俺たちのやっていることは間違っているのか。10年だぜ。もうシャニムにスピードを追い続けていた時代から10年経ったんだ。俺はそう簡単には割り切れません。どこまでも認められない非合法の世界でいいじゃないですか。流行とか時代とか関係なくて。このステッカー剥がしますよ。今日限りで R200 クラブを脱退します。R200 クラブの結成時メンバーだったことは誇りですよ。みんなの情熱に正直圧倒されましたしね。イカサマ禍の古いチューナーを否定し、新しい何かを作り出そうとしてましたよね。でも全然ダメだった。結局みんな自分のことで精一杯で。それに自分が否定してきた古い世代の山本スピードや RGO などがずっとチューナーとしてピュアだと分かったんです。俺は俺のやり方でやっていきます。じゃあ首都高エリアに出てくるときは気をつけてください。もう仲間じゃないですから、きっちり落としますよ。後悔のない10年間だった。だけどこれから先は何もわからない。行くか降りるか、あの Z と走ることでその答えは必ず出る。Stay.